こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、痛そうな最後を迎えた武士について解説していくぜ。随分と変わった目線で攻めてきたわね。武士たちの死生観を探っていくと、自分自身の死生観も変わることになるかもしれない。人の死を感じ取ることで、初めて自分自身の死と向き合えるからな。おお、奥が深いわね。納得のいかない死に方をした武士ほど、その生き方は非常にドラマチックなものであったと言えるんだ。この動画では、そんな残念な中でも、痛そうな最後を迎えた武士を紹介していくぜ。それではゆっくりしていってねー。わしは日の元一の正直者ゆえ、義理や人情という嘘はつきませぬわ。弱いから裏切られる。ただそれだけでござる。裏切られたくなければ、常に強くあればよろしいだけじゃ。天下人、信長を裏切っておきながら、抜け抜けと松永久秀が言い切った話は有名だぜ。うん、なかなかのやり手だよね。周りに控える織田家の重臣たちは、肝を潰す思いで大将の信長と久秀のやり取りを見つめていた。今にも怒りに任せて、信長が刀を抜くのは必死の展開だったからだぜ。でも信長は、あっさりと久秀を許したんだよね。それだけで信長の久秀に対する特別な態度が思い知れるが、後日、久秀が徳川家康と初めて会った時に二人の関係性はさらに明らかとなるんだ。うんうん。家康殿、この老人は普通の人間ならまずできぬ。信じがたい悪事を三つもしてのけたのじゃ。このセリフの信長が指す悪事というのは、主君の三好家に反旗を翻したこと、将軍である足利義輝を殺害したこと、東大寺大仏殿を焼き払ったことだ。信長もまた主君から実権を奪い、将軍の義昭を追放して比叡山焼き討ちを果たしていたぜ。情け知らずの残忍で無慈悲ということでは、まさに二人の武将は同類だね。信長は久秀に対して、言葉にせずとも自分と同じ血を感じていたようだ。また久秀は信長と同様に名物茶道具の収集家として有名で、初対面の時には秘蔵のつくもかみなすの茶入れを贈答している。一度目の謀反を許された際にも、岐阜城を訪れて数々の名物茶道具を献上し、信長を大いに喜ばせたんだ。久秀にとっても遥かに年下の信長はどこかに組み切れない。自分と同類だと意識する部分があり、趣味や心が通じ合うことを分かっていたんだぜ。まさに、奇妙な関係だったんだね。そして、一度目の謀反から5年後、打倒信長を掲げ上杉軍が京都へ向けて進軍を開始すると、久秀はあっさりと二度目の謀反に打って出るんだ。いや、何回裏切るのよ。しかし、これは早まった考えだった。上杉軍は織田軍を手取川で撃破した後、越後へと引き返してしまったんだ。信義山城に立てこもって体勢を立て直そうとするが、圧倒的な信長の兵力にかなうわけもなく、久秀は八方塞がりに陥ってしまった。そして織田家家臣を驚かせたのは、信長がここでも久秀に寛容な態度で応じたからだぜ。また許そうとしたのね。しかし今度ばかりは久秀は従わず、固辞したんだ。間もなく織田軍の総攻撃が始まった。何を思ったか久秀は天守へ登り、まるで信長に見せつけるように平蜘蛛の釜を叩き割ると、爆薬に点火して清潔な爆死を遂げたんだぜ。最後は潔かったのね。死の寸前、久秀はわめき叫んだぜ。この平蜘蛛の釜と俺の首の二つは、やわか信長に見させるものかと。男の意地なのかな。上様、かように武勇を天下へ現せし柴田勝家殿でござりまする。ここはなんとか除名してみてはいかがでしょうか？と、家臣の一人が橋場秀吉に恐る恐る進言した。すでに秀吉軍に完全包囲されているにもかかわらず、勝家がこもる北の省城は織田信長から拝領した名宝で派手に飾り立てられ、死を覚悟した最後の酒宴を開いていたぜ。まさに、最後の晩餐。秀吉は、宴の華やかな歌や楽器が鳴り響いてくる城を眺めていた顔を家臣に向けた。バカ者が、そのようなことをしてみろ。我が城の池辺に毒蛇を放ち、庭前に虎を養うがごとしじゃと強い声で罵倒して一周し、皆の者を総攻撃じゃ今こそ柴田を滅ぼすのじゃと、秀吉は勝家の強胆さに感服しながらも、わめき叫んで兵に激を飛ばし、強行を命じたぜ。武士たる者、やはりそうでなければね。天正11年、信長亡き後、賤ヶ岳の戦いで秀吉と戦って敗れた勝家の最後の時がいよいよ近づこうとしていた。勝家は前妻を病気で亡くして以降は独り身だったが、本能寺の変の後に信長の妹のお市を5歳に迎え入れているぜ。うんうん、主演の最中で、そのお市が勝家に優しく笑いかけた。なあ、お市よ。お前は信長殿の妹じゃ。秀吉とて命までは取らんであろう。どうか落ち延びてはくれんか？心からとろする勝家の言葉に、お市はきっぱりと首を振った。最後まで一緒にいたいというお市の言葉に、勝家はもう何も言えなくなったようだぜ。泣けてくるわね。
直後、城内に攻め入ってくる秀吉軍の怒号が轟いた。では、そろそろ参るか?という勝家の呼びかけに、静かに答えるお市は、寄り添うようにして席を立った。そうして勝家は300ほどの精鋭を引き連れて天守にこもって最後の防戦を試みるが、秀吉軍の圧倒的な兵力にはかなうはずもなく、お市と共に天守の九重へ登っていった。そしてもう何も言葉を発するでもなく、勝家はおもむろに愛するお市を刺し殺したぜ。辛かっただろうね。勝家は涙を流してお市に詫びた。そして続けざまにお市の血で染まる刀を自らの左脇に差し立て、背骨に引きつけて切り裂き、胸から下腹部にかけて深く断ち切ったかと思うと、絶叫しながら自身の五臓六腑を両手でズルズルと書き出したんだぜ。うわ、想像しただけでもちょっと。さらに、とどめとして側近に首を立ち落とさせるという凄絶な滑覆死を果たしたんだ。天下人、信長の下で、一生を軍事に費やした屈指の武将の無念の死に様だったぜ。果たして、そこまでする必要はあったのか。武田四天王と呼ばれる精鋭武将の一人、山形正景が、武田勝頼に忠告をした。信玄公ならば、そのような考えはしないでしょうと。面白くない武田勝頼はきっと舌打ちし、こいつも疎ましいことばかり口にするようになったなと胸中で思っていたようだぜ。ふむふむ、信玄の亡き後、戦国最強と謳われた武田家を率いる勝頼は、すでに有頂天になっていたんだ。天正三年、織田家の勢力下にある東美濃で18の城を攻略したばかりか、父の信玄ですら陥落させることができなかった高天神城の攻略に成功したからな。この強攻策をもって勝頼は、武田家最大の版図を実現した。それでいて、かつては父の代を支えた正影の否定的な進言を聞くたび、もはや父を超えた俺に何を言うかと腹立たしく感じていたんだぜ。そういう過信は良くないんだけどね。実際に進言の死後、正影は勝頼を補佐していたが、二人の反りは合わなかったようだぜ。やっぱり、そして天正三年、絶頂を極めようとする武田軍に命運を左右する知らせが入った。織田徳川の大軍が帰陣したとの報だったぜ。ふむふむ、殿、一旦ここは退くべきでござりまする。織田と徳川の軍勢を侮ってはなりませぬと、またも否定的な進言を告げてくる正影に対し、勝頼はふっと鼻で笑い、おい、正影よ。お主も老いたな。織田と徳川ごときにおじけづいたというのか?と、まるで聞く耳を持たないばかりか、鋭くのろみつけて語気荒く吐き捨てたぜ。それで、どうしたの?ここは正気よのう。父がなせなかった武田家の天下取りが叶うではないか。その言葉を聞いたとき、この戦、絶対に勝てるわけがないと正影は死を覚悟したんだ。そして同年5月21日、いよいよ長篠設楽原の戦いが始まった。信長と家康の連合軍は3万人戦の兵だ。対して、勝頼の軍はその半分にも満たない1万5000ほどだったぜ。どう考えても勝ち目はないわよね。しかも馬防柵の陰には、信長軍が得意とする鉄砲を3000艇用意していたんだ。臆する味方の軍勢にもかかわらず勝利を信じて疑わない勝頼は、周囲が静止する声を聞くことなく突撃に執着した。そして正影は間もなく迎える自身の死に覚悟を決め、無謀な進撃と知りつつ馬防柵めがけて突進していったぜ。信長軍の一斉射撃が放たれるわね。正影率いる最前線の騎馬軍がバタバタと倒れていった。討ち死に討ち死に皆討ち死に召されよ。自分を奮い立たせるように、正影は声の限りに叫び立てたぜ。そこで、またも一斉射撃が始まった。無数の銃弾が正影の体を貫き、もはや満身創痍だった。それでも死力を振り絞って前へ前へと進軍しようとした次の瞬間。どうなったの?頭部に被弾した正影は馬から転げ落ち、さらに信長軍の銃弾で蜂の巣にされ命を絶ったぜ。蜂の巣だなんて怖すぎる。それから7年後の天正10年。信長家康軍に追い詰められた勝頼は山中で自害した。平安時代から続く戦国最強の武田家は、ここに滅亡したぜ。戦国の世を織田信長が力で統制していく中、後年は多くの謀反を起こされるんだ。反信長派となって命を落としていった武将の数は計り知れない。丹波の国の旗の秀春もまたその一人として名を刻まれ、しかも怨恨の因縁は数奇な運命によって引き継がれ、信長自身を死に追いやったという一説が残っているぜ。ふむふむ、A61 年、信長が足利義昭を奉じて上洛した。秀春をはじめとする多くの丹波の国人衆は信長に心中し、本領安堵を受けたところが義昭と信長の関係が悪化し始めると、丹波の黒人は将軍側につき、秀春と並ぶ勢力を誇った赤井直政は積極的に反信長派として活動を始めたんだ。これに激怒した信長は天正3年、明智光秀に赤石征伐と丹波の制圧を命じた。すべてはここに端を発しているぜ。
なるほどね。秀治は明智軍に味方する武将として黒井城にいる赤井直政を包囲していたが、突如として謀反を起こして明智軍に三方から攻めかかったんだ。圧倒的優勢だった戦況は、一瞬で大混乱を極めて覆った。これにより、光秀は命からがら退却を余儀なくされたぜ。それにしても、寝返るパターンがたびたびあるものなんだね。その後、信長に反旗を翻した秀治は居城である矢上城に立てこもった。信長は再び光秀を派兵し、裏切り者の秀治の討伐を厳しく命じたんだ。強固な矢上城にこもった秀治勢は1年以上にわたって抵抗を続けたが、三度もの失敗は絶対に許されない光秀の頑強な包囲網によって食料の補給を断たれ、飢餓に追い詰められていったぜ。それで、降伏はしたのかしら？天正7年6月、ついに秀治は開城して降伏したぜ。この降伏には、実は光秀との裏取引があったのではという説があるんだ。飢餓に陥りながらもなかなか屈しないことに焦った光秀が、除名を条件に秀治を解き伏せて降伏を迫り、その証として自らの母親を人質として矢上城に入れたというんだぜ。つまり、光秀もまた信長からの圧力を受けて、ギリギリの立場に置かれていたことになるんだね。しかし信長は光秀の進言を聞き入れることなく、秀治の謀反を許そうとしなかった。度重なる裏切り、貴様は侍の本分を知らず、そう言い捨て、安土の常言院で秀治を貼り付けの刑に処した。享年51だった。当然、これを知った矢上城方では光秀の母親を威厄の見せしめとして惨殺した。光秀は容赦ない信長の残忍さにおののくと同時に、激しい恨みを心に残すこととなったぜ。ひどい話だね。ご存知の通り、光秀が本能寺の変を起こして信長を裏切って殺すのは、それからちょうど3年後、天正10年6月だ。秀治の自生の句は、弱りける心の間に迷わねば出物見せんの地の世にこそというものだ。俺は成仏などせず、後に必ずやばけて出て復讐してやるという意味だったぜ。無念な思いが伝わってくるね。自ら腹を切って命を絶つ切腹。その痛みは、大人でも刃物を腹に刺した瞬間に失神してしまうほどだというぜ。まあ、そうでしょうね。命が尽き果てるまで自分自身で深く腹を切り裂いていくには、想像を絶するほど並々ならぬ精神力と強固な意志が必要とされるんだ。切腹の作法としては、腹を横一文字に切り裂く一文字腹か、横一文字に切った後、さらに溝落ちからへその下まで縦に切る十文字腹が一般的だった。しかし、自分の力だけで切腹を成し遂げて自害を果たせる人は、戦国時代であってもごく稀だったそうだぜ。じゃあ、多くの場合は解釈が必要だったんだね。尊王攘夷派の幕末志士であり、土佐勤王党を率いた武市半平太は、江戸末期の乱世にあって尊王攘夷運動に傾倒していった。文久元年には一藩勤王、つまり藩で一つになって勤王に努めようという理想を掲げ、高知にて坂本龍馬や吉村虎太郎、中岡慎太郎といった同志を集めて土佐勤王党を結成、主要となったんだ。さらに2年後には192名が連藩に参加し、最終的には500名を超える一大勢力を組織するようになったぜ。へえ、そうなんだ。その後、血気盛んな半平太の政治活動は過激化の一途をたどっていった。文久2年には政敵である吉田東洋を暗殺した。これを契機に藩の実権を握るが、土佐勤王党は次々と資格を放って敵対する政治家や要人を暗殺していった。しかし半平太の躍進はそう長く続かなかった。徹底的な土佐勤王党弾圧が始まって間もなく、暗殺への関与が疑われて投獄されてしまったぜ。それでどうなったの？当時、上司だった半平太は拷問を受けることはなかったが、同志が拷問に耐えきれずに自白したため、吉田東洋の暗殺に武市半平太が関与していた事実が明白となった。君主に対する不敬行為という罪状でついに切腹を命じられたのは、慶応元年5月のことだった。刑が執行され、半平太は体を清めて清掃して切腹をした。わめき叫びながら半平太が実行したのは、三文字切腹というものだったぜ。文字通り、三の字を書くように横に三回自らの腹を切り裂くものだよね。常人にはまず不可能と言えるだろう。想像を絶するほどの激痛を伴う凄絶な自害で、男の意地を見せつけたんだ。死刑を見守る周囲の者全員が絶句してしまうほどの苛烈な死に様は、後世まで語り継がれることになったぜ。そこまでの意地を見せつけた半平太は、当時何歳だったのかな？享年37歳だ。余談だが、半平太と坂本龍馬は同じ土佐生まれの遠い親戚関係で、お互いをあだ名で呼び合うほど仲が良かったんだ。龍馬が土佐勤王党を脱退して脱藩した時、誰よりも龍馬を心配してかばったのは首領である半平太だった。考え方や価値観が異なって進む道が違おうとも、豪気で血気盛んな性格とは別に、半平太には優しくて好人物の一面があると言われているぜ。
強さの中の、本当の優しさだね。何度も何度も態度を変えて、怯えやがって、12万国の大半のくせして、まともな男は一人もいねえのかよ。と、伊庭八郎は今日藁を切りながら小田原城を出て行った。明治に改元された慶応4年のことだぜ。新政府軍か旧幕府軍かの時代の狭間だね。この時小田原藩は自由に乗ろうと煮え切らない態度をとって、右往左往するばかりだった。八郎は新政府軍の江戸到着を遅らせようと通行路である箱根を制圧すべく、管轄する小田原藩に外交的努力を試みたが、日和見主義の小田原藩は首を縦に振らなかったぜ。ふむふむ、伊庭八郎は江戸四大道場連武官の師範の血を引く剣術の名門の出だ。伊庭家は徳川御家人であったため、八郎は江戸幕府に大番士として登用され、遊撃隊として最後まで徳川のため新政府軍に対抗して戦っていたんだ。色白の美男でありながら、豪胆な勇猛ぶりで幕末の時代を駆け抜けようとしていた。だがこの直後から、八郎は凄絶な戦闘に巻き込まれていくんだぜ。どんな運命が待ち受けているのかしら。同年5月、仲間である彰義隊が上野戦争を始めると、これに呼応して戊辰箱根戦争が勃発した。八郎ら遊撃隊は敵対することになった小田原藩と箱根山崎で激突した。この戦闘の最中、八郎が足に被弾した直後にいきなり背後から刀を振り下ろされ、左手首を皮一枚残して切られてしまったんだ。それでも八郎は臆することも激痛に屈することもなかったぜ。うわ、想像を絶する光景だわ。こそったれが何のこれ式と逆に相手の喉元に刀を一突きして絶命させた。直後には自らの手首を一刀で切断し、こんなの痛かねえやいと吐き捨て、重傷を負いながらも官軍を7、8人続けざまに切り殺していったぜ。きゃあ、すごい根性。それ以降、旧幕府軍の残党が戦場を北海道の函館に移して最後の抵抗を始めたため、仲間を助けるために八郎も参加した。イギリスの船に頼み込んで、一路箱根を目指したんだ。八郎の猛勇ぶりは変わることなく、遊撃隊の隊長として激しい戦火の中戦い続けた。しかし徹底抗戦も虚しく、次第に追い詰められていく旧幕府軍。戦闘中、ついに八郎は胸部に被弾してしまった。それが致命傷となって回復の見込みがなくなるが、負荷で負いながらも激戦区の五稜郭へ移り、最後まで最前線に身を置き続けたぜ。なんと勇ましいのかしら。やがて瀕死の状態となった八郎は、そこで初めて自分の死を察知したんだ。するとそばにいた戦友の榎本武明がすっと手を差し出した。その手にあったのは、劇薬モルヒネだった。八郎はそれを飲み干して自決を果たした。享年26歳。あまりに苛烈な生き様で、幕臣の意地を全うした名剣士の最後だったぜ。不運な時代に翻弄されながらも、室町幕府第13代将軍の足利義輝は誇り高く戦い抜き散っていった。将軍家に生まれると世継ぎとして過保護にされる者がほとんどの中、義輝の剣豪としての豪胆なまでの戦いぶりは、混沌たる戦国時代にその名を轟かせたぜ。ふむふむ。そもそも義輝の悲劇の始まりは、将軍就任当時、すでに幕府の権力が地に落ちていたことだった。そのため将軍でありながら、三度も京の都を追われる羽目になったんだ。永禄元年、権力を掌握する細川家家臣の三好長義と二度目の和解を放たした義輝は、ようやく京都に腰を落ち着け、将軍としての地位を確立して政治手腕を発揮していったぜ。なるほどね。永禄八年、久秀は迷いなく動き出した。義輝の住む二条五将一万もの兵で吸収したんだ。義輝のいとこ、義秀を将軍に据える決意を固めた上での暴挙だった。その圧倒的な兵力に自らの死を覚悟しながらも、まるで動ずることなく義輝は勇猛果敢に立ち上がったぜ。うんうん、それで？さあ、刀を持って参れ、すべての刀をここへ持ってくるのだ、家臣に言い放ち、運び込まれてくる名刀の数々を鞘から抜いていくと、次々に畳に突き刺していった。やがて猛進してくる無数の敵兵に刀を構える義輝は、見事な足さばきで自ら前へ出ていくや、目にも止まらぬ凄まじい剣さばきで畳みかけてくる敵兵を一刀両断していったぜ。それで刀の刃がこぼれて切れ味が悪くなると、畳に刺さった新しい刀を抜き取って敵を容赦なく切りまくったわけだね。義輝は、かの剣聖塚原牧伝から教えを受けた剣術の達人だ。将軍ではなく戦国武将であったなら、必ずや頭角を現してきたであろうと評される名剣士だったんだ。一人また一人と敵兵を切りつけ、一歩たりとも退くことなく孤高の戦いを展開していき、卑劣な久秀の軍勢を震え上がらせる義輝だったが、やがて心身の限界が訪れたぜ。ついに、最後は槍で払われて転倒したところに、上から何枚もの襖を投げかぶせられ、四方を取り囲む敵兵から滅多刺しにされ絶命した。室町幕府第13代将軍の足利義輝は30歳でこの世を去った。
満身創痍で息が絶える最後の一瞬まで諦めることも命乞いもすることなく戦い抜いた。壮絶極まりない立派な散り際だったそうだぜ。そうだったのね。ここまで、武士の最後について紹介してきたが、いかがだっただろうか。最後になるくらいなので痛くて当たり前かもしれないけど、覚悟を持って自分でというのが武士らしさなのかもしれないわね。ああ、そうだな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。ぜひ、ポチッとお願いいたします。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。